実業家でありながらも、茶碗作りに魅せられて、光悦風の茶碗を中心に作陶を手掛けられ、本物と見間違えるほどの作品で、今光悦と呼ばれ、好き者を魅了した山田三庵氏。本阿弥光悦の七里や鉄壁を想起させる本作。光悦作品を取り入れながらも、写し特有の硬さは感じられずに、作者独自の茶碗として存在しており、まるで表逸な禅画を残された、仙外義梵浪士のような、融通無下。まさしく鉄壁ならぬ、仙人が姿を現す草原な外壁を見ているかのようであり、作者の代表作を網羅した、作品集書斎にふさわしい茶碗といえましょう。